楽しく行動し成果を出し続ける人は動物脳の使い方がうまい。こんにちは、ワイルドコーチングの佐藤です。今日のテーマはセルフコーチングの基本は自分自身と仲良くなることになります。最近特に多い、まあ、ご相談なんですけども、初対面の人と会った時いろいろ考えすぎて結局まあ話せずで後で自己嫌悪になる、こういう方多いんですよね。例えば何か、飲み会の席とか、あとはサークルですとか、あとこれからあるのは会社のなんていうんですかね、歓迎会、そういった席なんかもあると思うんですけども、そういった時に初対面の人と会って、で自分としてはそういった初対面の方に対していろいろ話してみたいな、仲良くなりたいなっていう思いがあるのにもかかわらず、こんなことを聞いたら変に思われるんじゃないかとか、これは失礼に当たるんじゃないかな、空気読めないやつと思われるんじゃないかな、いろいろ考えすぎて結局思うようにおしゃべりができないで、家に帰ってああつまらないやつだと思われちゃったんじゃないか、なんか暗いやつだと思われちゃったんじゃないか、なんていろいろ考えて自己嫌悪になるみたいな、そういう方増えてるんですよね。で少しでも、まあ、こういった方のご参考になればなと思ったので、今回動画をちょっと撮ってみました。で、まあ、以前からあるんですけど、コミュ障っていう言葉ありますよね。で、コミュ障っていうことで悩んでる人も多いんですが、ちょっとコミュニケーションっていうものはどういうことなのかっていうのを考えてみたいんですね。で、これ、コミュニケーションは太巻きだっていう考え方。これを今日はご紹介したいと思います。例えば初対面の人に話しかけられないとか、思うようにこう楽しく喋れない、コミュ障なんです。そういう人っていうのは他人とうまくコミュニケーションを取ろうといろいろ勉強したりするんですよね。例えば本屋さんに行ってそういったコミュニケーションの本を買って読んでみたりとか、例えばセミナーとかそういった講座ですよね、に行っていろいろ実践して学んでみるとか、そういう努力を非常にするんですが、なかなかうまくいかないんですね。でよくよく話を聞いてみると、ある共通点が浮かび上がってくるんです。それは何かっていうと、他人とコミュニケーションを上手に取りたいってことなんですよ。だから他人とコミュニケーションを取るためのいろいろなテクニック、ノウハウを学んでるんです。まあこれ当然といえば当然なんですが、ここにちょっとした勘違いがあるんです。それはコミュニケーションっていうのは他人と行う前に自分自身と行っているっていうことなんですね。で、これをコミュニケーションは太巻きだというふうに表してます。どういうことかと言いますと、他人とコミュニケーションをうまく取れるようになりたいっていう人は、この太巻きに例えると、糊をきれいに整えようとしちゃうんです。だけど、肝心な中身のこのご飯の部分がいびつなんですね。形が崩れちゃってるんですよ。形が崩れてるご飯をどんなにきれいに海苔で包もうとしても、やっぱり海苔はいびつになっちゃいますよね。ですから発想を変えてほしいんです。まずは海苔をいじる前にご飯を整えましょうっていうことなんです。つまり他者とのコミュニケーションをやる前に自分とコミュニケーションをやっている。で、この自分とのコミュニケーションがいびつ、まあ形が変な形になってしまうと、
結果的に他者とのコミュニケーションも変な形になっちゃうっていうことなんですよ。ここをまず押さえてほしいんですね。では自分とのコミュニケーションっていうのは一体どういうことなのかっていう話になるんですが、まさにこういう感じで脳内でのコミュニケーションっていうのが出てきます。そしてその脳内でのコミュニケーションの一つの核となる、まあ、コアとなるのが動物脳なんですね。でワイルドコーチングっていうのは一体何がワイルドなんだっていうことなんですが、この動物脳に非常に重きを置いているんです。動物脳にうまく働いてもらう、それによって行動できて、そして成果が出るということをこのワイルドコーチングでやってるんですね。ですからこの動物脳を非常に重視します。ここをずーんとこのように貫いていく、これがワイルドコーチングになるわけです。で動物脳がどういう状態かによって脳内でのコミュニケーション、さらに自分とのコミュニケーション、他者とのコミュニケーションが変わっていきます。これをご理解いただくと、他者とのコミュニケーション、この外側から変えようってする方法が、いかに、まあ、合理的でないか。あまり賢くないやり方であるかっていうのをご理解いただけると思います。ポイントは、やはり動物脳を、このイラストで言うと、動物脳の色がそのまま脳内でのコミュニケーション、そして自分とのコミュニケーション、さらには他者とのコミュニケーションというようになっていきますので、この点をぜひご理解いただければなというふうに思っています。で冒頭にありましたように、初対面の人と上手に話せない、本当は仲良くなりたいのにっていう方は、他人とのこのコミュニケーションのノウハウとかテクニックを学ぶのも、これもいいんですけども、その前に自分とのコミュニケーションっていうものについて、一度注目されるといいと思います。で具体的にはどういうことを注目していくといいかなってっていう話なんですが、これはまず脳内でのコミュニケーションなんですね。別の動画でご紹介しようと思いますが、脳内でのコミュニケーションがどのように取られているかによって、結果的に行動、感情というものが変わってきてしまいます。その結果、他者とのコミュニケーションの質っていうのも変わってしまうんですね。まあ、端的に言いますと、自分とのコミュニケーションの質が他者とのコミュニケーションの質であるっていうことになります。そして、ワイルドコーチングは自分自身と仲良くなる。それによって他人とも仲良くなれるっていうのを、まあ、サポートするコーチングになっていくわけですね。自分自身と仲良しになると楽しく行動できて成果が出ると。いうことになります。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録していただくと新しい動画ができた際にお知らせがいきます。